はい、どうも皆さんこんにちは、みざです。本日はですね、こちらの新武器、六流武器なんだけど、ワムデュスナイダリアの方を作成いたしました。ワムデュスの槍ですね、はい、ということで、チラチラこちらですね、最終上限会をしたので、ちょっと今回はこちらの方を試してみたいなと思ってます。まあ、結構期待感が高いようなウェポンなんで気がするんだけど、まあ、意外とこう触ってる人が少ないかなっていうような感じなんで、まあ、ちょっとそこら辺について触っていきたいなと思ってます。よろしくお願いします。で、まあ、ワムデュスナイダリアとはスキルとしては、奥義効果がまず水キャラのクリ率アップ、奥義ゲージアップ 15%。 これ全体奥義ゲージアップ 15% だよね。え、優秀じゃない？ちょっとこれまず試していい？奥義効果、味方全体ゲージ 15% アップだったら、なんかエッチなことに使えそうな感じしますね。ちょっとエッチじゃない？じゃあ試しに、例えばよいしょ、キャバルリーでメイン武器にこれワムデュス持ってみて、でそこから、まあ、多神人持とうか。よいしょ、これで多神人持ったら火力的に、な、奥義効果自体にもクリ率アップ効果もついてるし、じゃあちょっとパンチしてみます。これで多神人打ったら他のキャラのゲージも 15% か。いやだ、剣か刀だったらね 45% になるわけでしょ。つまり 55% になるってことでしょ。そうだよね、優秀じゃない？全体ゲージ 15% って今までなかったよね。今までなかった。で、いうタイプの奥義ですね。で、まあ、奥義効果、他にもクリ率アップがついてるよっていうような感じになってます。はい。で、スキルとしては、技巧。まあ、これ、加護乗らないんだけど、通常枠っていう。まあ、バハムート武器的サムシングだな。加護が乗らない通常技巧。通常技巧には加算されますよっていうスタイル。で、第2スキルが、水キャラがクリ発動時に余ダメージ上昇っていう風になってますね。で、この余ダメ上昇ってのが、1回5万みたいです。まあ、5万はかなり破格で、虚空武器が、まあ、いろいろ条件ついてて、やっと、3万、最大3万だったかな。虚空武器はね、確か強化効果1個につき6000とか上がって、で5個ついてると、強化効果5個ついてると効果値が最大になります。そんで、最大余ダメが3万とか、確かそんな感じなんですよね。うん、なので、まあ、あの虚空の杖とかと比べると、クリティカルを確定編成にすると最強に効率がいいっていうのはあるけれど、まあ、あの余ダメージ上昇5万っていう、まあ、かなり強力な武器になってます。ただね、まあ、ちょっと今回試したいと思ってるのが、まあ、火力的にどうなんだろうっていうところがあって、うん、つまりどういうことかっつうと、まあ、例えばだけどオベロンとか見てほしいんだけど、オベロンとかって国旗神技じゃないですか。で、あのクリティ率アップがついてるけど、それと同時に攻撃力上昇とかもついてるんですよね。攻撃上昇が、まあ、あのワムデュスナイダリアはついてないんですよ。そう、攻撃上昇系ないけど、余ダメ上昇とクリ率アップついてる。これってどうなんだろうなっていうところで、まあ、ちょっとそこら辺を試すために、とあるウェポン、とある編成を用意してきました。それがこれなんですけど、はい、タイムオンターゲット編成。まあ、あのカリオストロ採用型の、あの水のクリ確定の杖パって、まあ、結構試してほしいっていうのはあると思うんだけど、まあ、それよりも多分ね、ハウンドドッグのタイムオンターゲット編成インクリ確定とかの方が多分、まあ、今現在の水パだったら使われがちなんじゃないかなっていう風に思ってます。で、まあ、あのクリ確定としては、こちらの耐災請求1本、あと技巧中2本ですね、プラスワムデュスナイダリアっていう形で確定できます。だからこの場合だったら、耐災請求、これなんだっけ、ビルヘルミナじゃなくて、ビルヘルミナは灼眼の社内や、ビルヘルムだね。ビルヘルムで、オベロンで、ガリレオサイトっていう風になってます。まあ、ガリレオサイトとビルヘルムは火力的に優秀なんで、引っこ抜けるのは後陣の効果量が少ないオベロになると思うんだけど、まあ、ただね、それでも腐っても後陣がついてるわけですから、まあ、その後陣が引っこ抜けたら火力的にどうなるんでしょうね、というところで、ちょっと今回はこちらの方を試してみたいと思います。じゃあ、ちょっととりあえず普通にやってみようか。まあ、多分ね、水有利イベントとか来た瞬間に、まあ、そこら辺の敵だったら相当できる編成になってるんで、まあ火力的には十分だと思うんですけど、そうですね、679万、今のダメージで679万なんですけれども、まあ、じゃあこれが、まあ、余ダメが1回で5万上がりますよっていうことは、つまり、あの弓キャラ6人じゃん、6発撃ってるじゃん、タイムオンターゲットって。ってことは、30万、1 5 10 15 20 25 30 30万伸びるわけですよ。でも後陣スキルが下がってるから、結構
なんかそう簡単にいかない、むしろ後進分で火力下がる、落ちるまであるんじゃないかって、ちょっと正直そんぐらい睨んでるんだよね。ちょっとなんでそれを試してみましょうか。ほら火力結構落ちるんだよな。大丈夫かな、危惧してますね私私ちょっとそこを危惧してる感じです。はい、じゃあこちらのクリガー系行ってみましょう。はい、ゴー。お、60、680万。でもやっぱそこまで伸びてないですね。さっき670万ちょいだったけど、80万、やっぱ15万20万とか、もうそんぐらいのダメージの伸び幅に収まってますね。そうだね、やっぱ後進スキルでとなると、まああのちょっと話変わるけど、クリティカル確定の杖パだよね。水着カリオストロ採用型の杖パとかだったら、もう完全にあれだな、ハイランダー編成だったとしたら、あれは上限アップの、アヌビス杖は突っ込めないですね。うん。やっぱ火力的には結構落ちるみたいだな。ヨダメ上昇がすごい偉いから、実質火力が伸びるけど、後進分のパワーは落ちてるから、ちょっとそこのカバーが必要かなっていうような感じっすかね。はい。まあ、この場合だったら、まあ、何かしら引っこ抜いてもうちょっと、いやでもこれがダメ上限伸ばすんだったら、まあ、多分これなんだろうなっていうような感じにはなってるんですが、はい。ということでね、まあただちょっと伸びはしましたね。ワムデュースナイダリア1本入れたら、オベロン引っこ抜いてこれ入れたら火力的に伸びたんで、まあタイモンターゲット編成とりあえず使うかな、個人的にね、とりあえず使うかなって思った技巧確定、水の技巧確定だったらこのタイモンターゲット編成なんだけど、まあそこでワムデュースナイダリア突っ込むだけでね、火力的には15万とか20万とか、まあ理想を言うならダメージが減衰にいってますよっていうんだったら最大60万まで伸びるような形になってるみたいなんで、まあ優秀と言えるんじゃないかなっていうのが1本。まあ伸びしろがあるからね、プラスとか振ったら火力が、つまりダメージの減衰にいってますよっていう部分の遊び幅が増えてるじゃないですか、このヨダメ上昇って。つまり後進分で火力を伸ばせば、プラスを振って火力を伸ばせば減衰ラインに到達してないっていう話ではあるから、プラス振ると火力伸びるんだよね。そこちょっと魅力的だよな。うん、ヨダメ上昇っていう上限アップ部分にかかってる。だから天使武器みたいなもんですよね。天使武器って火力ヨダメ上昇 1.23 倍だっけ、なんだけど、元々の火力上昇で言うと真偽オンリーじゃないですか。だからまあ火力上昇、減衰に到達するまでの火力上昇ラインっていうのは低く抑えながらもダメージ自体が高まるっていう、コンマイゴみたいなウェポンになってるから、まあそういう意味では伸びしろはあるかなっていうような感じですかね。まあとりあえずダイモンターゲットの印象はそんな感じ。じゃあクリ確定編成の話なんだけど、クリ確定編成の場合だったら、さっき言ったように火力が課題になりそうな感じしますよね。動きどうしようかな、動きなんかこの動きめちゃくちゃ悩んじゃうね。どうしよう。いやなんかすげえ、どうすればいいかわかんないな。ちょっと待ってね。まあ、とりあえずじゃあ、これで行ってみようか。まあもともと、あれだったけど、いや動きどうすっかな。まあちょっと適当に押してみるか。こんな感じ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 。これで行ってみますか。これで防御加減、まあ加減じゃなくてもいいか、キャラも同じだし。はいはいはい、まあ今までこんな感じだったよと。まあ、3回殴ればいいか、ここで。いや別にちょっとまあダメージ見といて、ダメージ連撃のブレ幅があるから、ダメージの総量で見るのはちょっと おかしいんで、まあ、90万80万70万80万っていう感じ。90万とかだったけど、これの方があれだね、これが、96万になるのか、最大で言うと。これ、オベロン引っこ抜いて、いや、多分ね、これ、ハイランダーにしなくていいっすね。まあ、結果的にハイランダーになっちゃってるだけなんだけど、まあ、ワムデュスナイダリア入れて、多分理想としては、ガリレオサイト2本ですかね。ガリレオサイト2本プラス、滞在請求っていう形が多分一応一番いいのかな。なんでガリレオサイトもう1本あって、で火力をその上伸ばししてビルヘルム引っこ抜いてとか、まあ、あと他にはデュランダルだよね、デュランダル突っ込んでみたいな感じになるんじゃないかなっていう感じなんですけど、まあ、じゃあちょっと今の動きで試してみましょうか。まあ、アビリティのダメージが伸びるってのもいいよね。アビリティのダメージもなんかこう全て5万伸びてくれるっていうのはいいところなんじゃないかなと思うんですけれども、まあこんなもんか、こんなもんになってるから、
遊びでは済まさん。そうだよね、ここのダメも伸びてるのかな。ちょっと殴ってみましょうか。おお、伸びてるね。やっぱ4万ぐらいに伸び幅が、そうですね、96じゃなくて95とかなってるから。おお、でも火力伸びてますね。しかも何がいいってさ、このよだめ上昇って追撃とかの、ダメージ枠全てに5万乗るんですよね。だからダメージの、その追撃とかつければつけるほど、そのダメージの伸び幅が良くなってくれるんで、うん。だからこうやってパンチした時の追撃、この追撃発生にもよだめが乗るから火力的には高まりがちですよっていう風に言われてるかな。で、まあ他のだったら、例えばだけど、まあサンダルボン、まあ、火力が、さっき言ったように、後陣がなくなるじゃん。後陣がなくなるってことは、まあ、よだめ上昇。だからサンダルボンの三ガビとかは割かし優秀かな。通常攻撃、カウンターで与えるダメージが上昇した状態。だからこれの伸びが良くなるって話だよね。96万、86万。そうですね、96万になりましたね。いや、ただね、まあやっぱ芝微妙じゃない？こうやって見てみると。なんか芝、どうなんだろうな。まあ、芝使うことになるとは思うけどさ。1、10、100、1000万、10万。今ので5000万出るの？すごくない？ちょっとなんか、適当に殴りに行っていい？今ちょっと興味が湧いてしまった。なんか、今ので5000万出るんだね。めっちゃ適当だったけど。じゃあカリオストロの1浴び2回目打とうよ。なんか、なんかダメージ高いな。でもやっぱ入れる方がお得ではあるけれど、思った以上にめちゃくちゃにこう単純加算5万だぜ。おお、120万出てる。単純加算5万増えるんだぜ、ラッキーみたいな感じではないのかなっていうようなところはあるけど、火力的にはすごいな。あららららら、伸びるじゃないの。強えじゃねえか。強えじゃねえか。通常攻撃だって通常攻撃100万超えるのって昔だったらさ、もうがっちりハイランダー編成のさ、刀の土属性の皆無編成とか、うん、皆無編成とかで通常上限持って、ハイランダー編成で後ろからこうダメ上限持って、それでなんか通常100万だぜみたいなノリだったじゃないですか。まあフレイとかなし状態の普通の殴りだったらね。なんだけど、ワムデュスナイダリア入れるだけで、もう通常攻撃100万、主人公のみとはいえ超えてたから。すごいっすね。火力の伸びがいいね。こんなに伸びいいんだ。ちょっとじゃあ刻印後のパンチをかましたいな。ちょっと刻印後のパンチかましたいんで待って。これで刻印後ですね。じゃあこれ刻印後なので、アルスニューチュリア使って、これで追撃5割、ダメ上限アップ。ランドオブザフリー、これで通常攻撃よだめアップ。フレイでも使っちゃいますか。お試しでフレイをバッチリ使って、ついでになんかチェイサーでも使って、ちょっとこれで見てみますか。これのダメいけ。いいね。3200万か。今ので3200万ダメージだって。3200、芝いらないな、ここまで見てみると。ね。芝いらないね、これは。なんか芝入れても多分減衰出ないんだよな。そう、だから芝入れても120万、130万からよだめ上昇つきますね、ぐらいになるから、まあ、ちょっと微妙かなと思うんですけど、まあ、ちょっとフレイとか切れたら2000万。いや、でも、今の12ターンで 1.8 億なんか、カリオストロの1浴び2回目で、でも次の95個戦場、どうなんだろう、奥義軸超えるワンチャンあるんじゃない。奥義軸超えるなんかワンチャンありそうな感じですね。だって、適当パンチ12ターンで 1.8 でしょ。すごいな。だからということは、まあ、やっぱ基礎火力が大事になってるよね。なんか昔と比べると。だから、
なんか武器編成的に言うならガリレオサイトの価値が上がったかな。昔でもガリレオサイト3本プラス滞在請求とかだったけど、ガリレオサイト2本ワムデュス滞在請求みたいな形が火力的には優秀、上限的にも優秀になってんのかなっていうような感じですかね。まあ、名前なんだっけ、アストラルウェポンか、アスポンが追加されたことにもよって火力的には結構そこそこ上がってるから、まあ、なんか芝今昔のこの技巧確定編成って、まあ、芝あの追撃をゴリゴリに持って芝を召喚して、でその芝の超攻撃力ダメージに追撃ゴリッと乗っけてハイパーパンチャーだぜ、うおー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 パン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 おーみたいなファンファーレが鳴るみたいなイメージだったんですけど、まあ俺の中ではね、まあ、それと比べると、まあ、こっちの方もこっちの方でいいなぁ、へーと思いましたね。芝なしでも通常100万とかゴリッと出てくれるし、まあ、アルスヌートリアを1アビをこう、刻印後1アビを使ってあげれば、ワンターンでまあ2500万、3000万ダメージ、ポン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 っていう風に出してくれるから、まあ、なんか、最近追撃増えたよね。でも、奥義軸追撃か。そっか、あれ、奥義軸。カリュブディスがちょっとどうなのかなって思ったけど、カリュブディスは多分あれ、奥義枠追撃だから、あの新境スキルを持ったメイン週末とかに、あ、そっか、カリュブディスを採用すれば逆にメイン週末新境じゃなくていいのかっていうのもありますね。あのちょっと俺の中で完結したんで説明するんだけど、カリュブディスって追撃ついてるでしょ、これ2割ぐらい、うん、3突で3割とかだっけ。でまあ、 これついてるんだけど、でまあメイン週末って新境スキルつけたら追撃つくじゃん。で、まあ、奥義枠と召喚石枠って確か同じなんだよね。大体ね。だから、まあ、カリュブディス の、 召喚効果と、この絶対否定の杖の、新境って被りがちだったじゃないですか。なんだけど、まあ、こうなると、まあ、カリュブディス召喚すれば追撃をかませる。つまり、奥義の調整とかしなくてよくなる。だから、2チェイン、3チェインとかで奥義をかまさないとダメだったよね、みたいなところがちょっとこう大丈夫になりながらもっていうところもあるし、あとメイン武器を追撃持ってるんだったら、オンリープリティーグールにしてもいいよね。オンリープリティーグールにしてもよくて、これが奥義効果で刻印付与の刹那プラス利害の断り害の美少女、これがクリ発生した時ダメ上限アップなんですよ。そう、オンリープリティーグールの方は、うん、だからまあこれを使うっていう択もありそうですよね。はい、いやなんか95ヘルだったらなんかね、まあ最近だったらジュリエットも追加されたし、リリー抜いてもいいんじゃないかな、95だったら。95Hz 想定で 1.3 億出しますよ想定だったら、わりかしリリー抜きとかも面白そうかななんていう風に思うんですけど、まあ何にせよちょっと幅広がったね、ワムデュスナイダリアは。なんかこう芝を絶対使わなきゃ、芝パンチを基本としてみたいな考え方してたけど、うん、なんか普通に殴り倒すみたいな、ゴリラになっちゃった、俺の水パが、俺のクリ確定ミスパがゴリラになりましたね。まあ、オベロンっていう、まあ、火力的にちょっと低めだったなっていう武器を引っこ抜いても火力的にお釣りが出てくるよみたいな状況になったんで、これは俺の水パのクリ確定編成のパワーもなんか大きく上がった気がします。はい。まあ、ということでね、まあ、ウィルナス編成も今だったらね、このワムデュスナイダリアつけたクリ確定編成のレスラーですね、とかで、まあ、採用してる方もいらっしゃるみたいなんで、まあ、ちょっとできたんで、触っていきたいなと思ってます。いやこれはおもろいな。はい、ということで実際にワムデュスナイダリア作ってみたよ動画でございました。皆さんもねこういうところ良かったっすよみたいなコメントだったらぜひともコメントしてみてください。なかなか強かったです。参考になれば幸いです。それじゃあまたお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。